アスンシェオン島は、マリアナ諸島北から3番目の島。日本の統治時代は、アッソングソン島とも呼ばれていた。北マリアナ諸島に属し、外略位置は、北緯19度39分、東経145度23分。北西 42km にマウグ島、南南東 96km にアグリハン島がある。サイパン島からは北に約 500km の位置。島名は、 スペインの宣教師、ディエゴ・サンビトレスが1668年に北部諸島教家のため赴いた際に名付けた。島の名はキリスト教における焦点を意味すると思われる。ほぼ円水上の清掃火山からなる無人島で、面積は約7.4平方キロメートル、標高891メートルはマリアナ諸島中、アグリハン島に次いで2番目に高い。 最も新しい噴火は1906年であり、現在も時々白煙を噴出し、常時噴起が確認されている。北部諸島野生生物保護区域に指定されている。ヤシ類等の植生が発達しており、島の大部分を覆っている。一部分は溶岩流のため黒色の岩が露出している。第二次世界大戦前には、 日本の南洋町から土地を借り受けた南進商事によるココヤシの栽培が行われていた。定期便はない。サイパン島から船、またはヘリコプターのチャーターのみ。ありがとうございます。